遠藤ラボへようこそ。こんにちは、ソニックヤの遠藤です。遠藤ラボではワクワクとクリエイティブをキーワードに ELZ1 の新機能やフィックスのご紹介、各種実験をしていきます。それでは早速今日のテーマですが、 ELZ1 でファミコンサウンドの再現実験です。ELZ1 のファームウェアがバージョン2、現在11種類の新生エンジンが搭載されていますが、その中でもロービットオシレーターやスタンダードオシレーターのサウンドエンジンを使ったファミコンサウンド作りのコツをご紹介いたします。具体的なテクニックを紹介する前に、ロービットオシレーターとスタンダードオシレーターエンジンの基本操作を簡単にご紹介します。スタンダードオシレーターを選択しますと、2つのパラメータが見えるんですが、1つはオシレータータイプで、もう一つがデューティーってなってるんですが、この OSC タイプって書いてある方はサインですとかスクエア、トライアングル、そう、ノコギリ派ですね、逆ノコギリ、こういう波形の選択ができます。二つ目のデューティーでは波形の上の部分と下の部分の割合を変えることができます。一方、ロービットオシレーターエンジンではビットというパラメータが追加されています。例えばこれ今8ビット、これ4ビット、2ビットみたいな感じで、ビット数が2ビットから8ビットまで選択することができます。スタンダードオシレーターは内部では不動小数による演算で高品位なサイン波などを生成していますが、ロービットオシレーターはあえてビット数を落としてギザギザにしています。さて、基本はこれぐらいにしてファミコンサウンドの再現実験をしてみたいと思います。最初の実験はマリオのあのメロディーをパラメータをいじっていろいろ試そうです。ファミコンの音源は矩形波と三角波とホワイトノイズを出すことができるんですが、マリオのスタートした時のサウンドは矩形波なので、今日は矩形波を使ってみようと思います。もうシーケンサーにあらかじめあの最初の部分だけ入力しているんで、ロービットオシレーターの矩形波そのままでちょっと再生してみたいと思います。再生するともういきなりマリオですね、そのまんまな感じですね。デューティーが今これ 50% に設定されているんですが、マリオのその最初のサウンドのところも多分デューティーが 50% で、そのまんまファミコン風なサウンドになりました。せっかくなのでサイン波にしたりビット数を落としたりして聞いてみましょう。サイン波ですね。2つ目の実験は、ドラクエの呪文を唱えようです。ツイッターでマツケンさんという方が矩形波のデューティーを操作してドラクエのサウンドメイキングの動画をアップされていて、それがとても面白かったので ELZ1 で再現できるかを実験してみます。まずはドラクエの呪文、これを聞いてみましょう。デューティーを 50% で矩形波にして鳴らします。あ、こんな音ですね。これデューティーを15とかでやってみましょうか。ここ変えながら聞いてみましょう。やっぱりちょっとあまりそれっぽくないですね。ではこのデューティーを LFO で揺らしながら試してみましょう。 ELZ1 にはオシレーターのパラメータを揺らす LFO がまあ入っているんですが、実際にこれを使うには2ページ目のパラメータ1のモッドタイプっていうのを LFO にします。で、パラメータ2のアサインをデューティーパラメータにアサインして、あとはその LFO の波形をパラメータ4番で選ぶことができたり、レートや、その振幅とかを設定することができます。これで例えばですね、出し方をサイン波にしたりスクエアにしたり等速にしたりもできます。でこれで鳴らしてみますと、これがさっきですね、揺らすとなんかそれっぽくなりましたね。まあいろいろ調整できますが、私が
今リアルに近いなと思ったのはレート70でテレ4のウェーブをスクエアにした、この音が一番近いんじゃないかなと思います。3つ目の実験はドラクエの街の音楽を再現しています。続いてこれもマツケンさんのツイートを参考にさせていただいたのですが、ドラクエ2の街の音楽を普通に区形派で弾くとこんな感じです。あ、区形派でもデューティーを 25% にしてますね。こんな感じですね。まあやっぱりあんまりちょっとなんかが足りない感じですよね。でデューティーを変えればそれっぽくなるかって言っても、なんかそうでもないで、ここで、鍵盤を押した直後に素早くデューティーを変えるといいということなので、実際に試してみたいと思うんですが、 ELZ-1 ではオシレーターのパラメーターをさっき、紹介しました LF-4 の他にエンベロープでも動かすことができます。実際にそれをやってみましょう。モッドタイプを LF-4 じゃなくてエンベロープにします。あ、で今アサインはデューティーになっています。パラメーターの2番です。このアタックを例えば上げていくと、けどこれもなんかじわっと変わってるだけで、ちょっとドラクエの街っぽくはないんですよね。街っぽくはない。で、発動エンベロープが発動するタイミングをディレイパラメーターで変えられるんですが、これだと遅すぎる。100ぐらいがいいですね。こんな感じですかね。せっかくだからリバーブとかもかけてみましょうか。コーラスとかもかけちゃいましょうか。なんかまた違った感じになっちゃいましたね。けどまあ、ファミコンサウンドにリバーブとかコーラスかけてもまあ面白いですね。さて今日は ELZ-1 でファミコンサウンドの再現実験を紹介しました。レトロなサウンドにモダンなエフェクトをかけたりだとか、まあ、LF-4 やエンベロープでファミコンでは操作できなかったようなパラメータを動かしてみるのも面白いかと思います。ぜひいい音ができたらソニックエアのフォーラムなどでシェアしてください。こういった音の実験を通して出来上がった音は一つ一つが特別なものになってくると思います。ぜひ ELZ-1 であなただけのサウンドを作って音楽制作やライブに活かしてください。では今日はこの辺りで。